はい、おはようございます。安水です。今 iPhone14 ですけれども、今日はですね、いや映ってるかな、 ZV-1-2 ですね、ちょっと変態的な仕様で撮っていきます。はい、ということで早速ね撮ってますけれどね、今日は ZV-1-2 ですね、そちらで、撮ってます。で、ジンバル使ってますね今日はね、できるだけちょっとね安定感のある映像を撮りたいと思いますので、アクティブモードはカメラ内のね、手ブレ補正もアクティブモードオンにして撮ってます。で、今日はね S ログ2でちょっと撮ってみて、1インチセンサーでねどれだけログが夜撮影使えるかね確認していきたいと思います。はいはい、前回撮影したね α7S3 の時と一回ねまたね冷えましてね雪が降ったんですけれども、またねちょっと溶けちゃったかな。ただね寒い日がねずっと2日間ほどね、続いてます。なので、ちょっとね今日はすごいあったかい格好して出てきたんですけど、風がないせいでしょうかね、今ねあんまりね寒いっていうね感じはしませんね。さあどうかな、フォーカスとか合ってるかな、ちょっとね不安ですね。はいはい、なんかさっきから画面の見た状なんですかね、フォーカスがちょっと合いにくくなってるかな。なんかねモニター見てるとフォーカスが合ってない気がするんですけどね、それとも僕の目がもう老眼でちょっとトンチンカンなことになってるのかわかんないですけど、どうでしょうか、ちょっと暗いところ合いづらいのかな。あ、でも合ってるかな、合ってますかね。はい、いつものところですけどどうでしょうか、1インチセンサーで今頑張って撮ってますけどね、どんな感じで映ってますでしょうか。はいはい、また木のね根元の方にちょっと来てますけどね、どうでしょう、どんな感じで映ってるかな、フォーカス合っとるのかな、なんかちょっといまいち不安ですけどね。まあ、僕の目がちょっとねやられちゃってるのかもしれないですけどね、結構ねここのところも明るいんですよ、ね、LED ライトって意外とね明るいんですよね。はい、どんな感じで映ってますでしょうか。まあ、あの S ログ2ですのでね、どうかな、最新のねソニーさんのカメラっていうのね、S ログでもノイズはね乗りづらくはなってるんですけど、いかんせん1インチセンサーなんでどうでしょうか。はいはい、今日のジンバルがね DJI の RS3 ミニなんで、このねダイヤルを回すとね ZV-1F のこのズーム機能がほらほらこういう風にね使えるんですね。今 49mm ですよとかね、ずっと回してきますとね最大何ミリまでだったっけ、50ミリって一応出てますけどね、50ミリから何ミリですかねこれね、ずっとテレ側に回してますけどね、表示上では18ミリですね、18ミリから50ミリのレンズでしたっけこれ。はいはい、今ね超広角側、超広角っていうか18ミリっていうね広角側で撮ってますけどね、どうでしょうかね、1インチセンサー頑張ってるかな。はいはい、今日のマイクはですね内蔵マイクじゃなくてねロードのワイヤレスマイクですね、いつも使ってる、はい、そちらを使ってます。まあメガネのねフレームにマイク本体挟んでっていうねいつもの形でお届けしてますけど、どうでしょうか。さあね、今日はやっぱり土曜日ということもあってねお客様が結構ね来てらっしゃいますね。で、一応ね露出補正プラ 2.0 マックスでね、撮っておりますけどね、
どうでしょうか。あ、誰かセンサータッチしてくれないかな。あ、ありがとう、タッチしてくれましたね。くるくる回ってますけど、どんな感じでしょうかね。今 ISO 一線で撮れてますね。はい、こんな感じでございます。はい、1インチセンサーですけどね、まあ、上空の方を撮りますとね、まあ、こんな感じなんですけどね、まあ、どうしてもノイズはね、乗りやすくなっていると思いますけれども、どんな感じでしょうか。はいはい、いつものところにねやってまいりましたけれども、ちょっとまだね、雪の方は残ってますね。なんとかホワイトイルミネーションお伝えできたんじゃないでしょうか。どうでしょうかね、この辺の雰囲気はなんか、まあ、α7S3 とはちょっとまたね、違った雰囲気で撮れてるとは思うんですけどね、まあ、頑張れ1インチセンサーということでちょっと今ね撮影してますけれども、映像の安定感なんかどうでしょうか、ね、アクティブモードカメラがねしてますし、ジンバルにもね乗っけてるんで相性はいいと思うんですよね。なんか変にガクガクしたりはしないと思うんですけど、はい、いかがでございましょう。こんな感じでね、撮れますね。はいはい、例の何て言いますかね、照明のところに来ましたけれども、どうかな、色やなんか綺麗にね、出てますでしょうかね。はい、いかがでございましょうか。はいはい、これプラタナスかな、どうでしょう、綺麗にディテールやなんかね出てますでしょうかね。はい、テレ側でねススキの方面のね映してますけど、どうでしょうかね。はい、はい、でワイドターンの方にねずっと今寄ってますけれども、はい、これで一応18ミリの、ね、画角に戻しました。おっと、ちょっと気温下がったかな、今2度になってますね。はい、現場で、ね、こんな雰囲気で撮れてます。はい、ここがねメインのね、はは、真ん中あれなんですね、オレンジ色とかも出るんですね。なるほどね、ちょっと私勉強不足でしたね。ほとんど白ばっかりかと思ったんですけど、違いますね。ああ、こうやって派手な色出るんですね。ほほほほ、わあすごいね、こんな赤色とかね、変化するんですね。ちょっと私もね分かんなかったですね。ご覧いただけますでしょうか、今ね赤くなりましたね。おお、これもねほぼ真っ赤ですね。ね、モニターで見るとちょっと分かりづらいんですけれどもね、あ、これがね普段よく見る青っぽい光で、はい、いかがでございましょうか。あー、いろいろと色変わるのね。はい、中はねこんな感じになってますけどもね、はい、今日はねお客さんはすごい来てます。で結構ブルーですね、ブルーにこうねちょっと変わってきましたね。はい、とちょっと消えちゃいましたけどね。おお、こういうふうにいろいろこう変わるんですね。今度ちょっと紫色っぽいね色に変化しましたね。はい、いかがだったでしょうか。はいはい、ああ、点滅したりもするんですね。いやー、もう知らなかったですね。去年なんかこんなようなの僕撮りましたかね。はい、今ねちょっと照明が消えちゃってますけどね、この暗い条件の、あー今ねちょっとついちゃったかな。はい、こんな感じでございます。いかがでございましょうか。はいはい、さてさて、例によってね、ここにやってまいりましたけどね、α7S3 とか、あとなんだ iPhone か、違いありますかね。
どうでしょうか。ただこれ S ログ2でね撮ってますけれども、プラ 2.0 の補正で撮ってます。いかがでございましょうか。あ、ちょうど人がね来ない時でラッキーでしたね。あ、怒涛のごとく今ね信号化できてます。はいはい、またね会場内の方ちょっとやってまいりましたけどね、今日はねこの ZV-1-2 のね、決定的短所であるあのバッテリーですね。これがあの一応外部バッテリー使ってますんでね、とても 5000mAh の薄っぺらいやつなんですけど、まあ、それでもね、ずっと電源ね、つけっぱなしで使っておりますけどね、バッテリー切れの心配がないんでね、もうやっぱり外部バッテリーにつなぐと非常に安心感ありますね。はい、こちらもねもう毎年出店してるお店ですけどね、いやー本当ね綺麗ですよね。はいはい、ミュンヘンクリスマスですけどね、もう人がね今日はねご覧の通りもうずらーっとね並んでるお店が結構多いですね。はいはい、それではディテールが分かりやすいこの暗所でね、1インチセンサーどこまで頑張れるかということで、どうでしょうか。左の松の葉のディテールちゃんと表現できてますでしょうかね。雪だるまをこうあれなんですよね、こう表現してなかなか顔が出てきませんけれども、はい、こんな感じでね、はい、飾ってございます。はい、ということでいかがだったでございましょうか。今日はね ZV-1-2 のね、まあ、1インチセンサーの、まあ、暗所撮影といいましょうか、暗いところねちょっと撮ってみましたけれども、どんな感じだったでしょうかね。またここもいつも歩くところですけど、フルサイズ機とちょっと印象違いますかね。どんな感じで映ってますでしょうか。はい、最後ね歩きながら撮りたかったんですけど、あまりにもちょっと人がご覧いただけますか、ゾロゾロと来てますんでね、ちょっと難しくなりましたので、ここで今日はねお別れしたいと思います。はい、それではまたお会いしましょう。さようなら。はい、これが新しくなったクロスピボですね。